チース。誰も知らない狩人こと、イカレタコスケです。やっと終わった。野良で、昨日ですね、野良でエンシェントレーシェン、すべての武器防具重ね着作り終わりましたよ。それでですね、エンシェントレーシェンはなんだかんだ言って極秘みたいにそんなに役割必要なく全員ハンヒーラーで行けば野良でも大丈夫だろうと思っていたんですが、ここで大きな勘違いをしていた。全員が全員自分と同じ割合でヒーラーをするとは限らないということだ。一戦目二戦目はまあ、一戦目というか一勝目二勝目はまあ普通に勝ったんですが、三勝目がですね、特にグダった感じもないのに、まあ、結果的にグダったのかもしれないですけど、かかった時間が46分、最後もう全力で二オツ状態で、殴りまくってましたね。で、後々よくよく考えてみたんですが、その時の構成が、ハンヒーラーであるアタッカーが2人と遠隔ヒーラーが1人と、おそらく完全なサポートヒーラーになってる片手の人が1人、これだったんですね。で、殴ってたのがね、多分ね、私とね、もう1人がほとんどメインで殴ってたから、そのぐらい時間かかったんじゃないかなって思うんですけども、だから結局でも私もアタッカーではあったんですけど、ハンヒーラーだったので、回復はしてたわけですよ。やっぱ他の人が HP 体力減った時に、ここ任せられなかったのがでかかったのかな。というわけで、やはりこのエンシェントレーシェンも極べひ同様に役割分担を見る必要があると。かといって野良ですんでね、意思の疎通っていうのはやっぱ難しいじゃないですか。ってなると、残り3人の装備をさっと見たとき、もしくはもうこれラストステージだけでもいいです。とにかくラストステージが大変なんで、ラストステージまでに残り3人の、装備構成、もしくは回復割合、閃光玉を投げる割合等々をしっかり見た上で、最後着替えてからラストに挑むのがいいかなと思います。で、とりあえずまあこれ軽くなくてグダった話の後に恐縮ですが、とりあえずヒーラー戦からお伝えしていこうかなと思います。前回の動画ではね、装備構成をしっかりお伝えしなくて申し訳なかった。ギルドクロスアクセベータ、マムガイラーメイルベータ、エンプレスアームベータ、エンプレスコイルベータ、エンプレスグリーブアルファ。で、まあ、五石はまあ、早食いたつけてますけど、この辺はいろいろ入れ替えができるかなと思います。で、武器は今回ガイラアックス麻痺を使っています。で、スキルは攻撃化はまあ、当然欲しいですね。で、気絶耐性もやっぱヒーラーなら欲しいですね。体力増強。で、能刀術は武器によるかなと。片手剣とかでいける人であれば、もう、まあ、いらなくてもいいかな。双剣とかね。ただ、双剣は気をつけていただきたいのは、乱舞乱射はダメですよ。もう私、乱舞乱射で、どれだけ、即死を止められずに死んでいったか。仲間たちが。私もですけど。で、精霊の加護はですね、敵の即死攻撃、高速即死攻撃、即死じゃないのかな、高速超大ダメージ攻撃を食らった時に、生き延びる確率が上がりますんで、これはぜひね、ヒーラーだったら精霊の加護をつけていくといいかなと思います。で、キノコ大好きは、まあ、これは青キノコと、なんだっけ、麻痺だけとか、攻撃力アップ、防御力アップ、あと活性剤、今回大事ですからね、活力剤か、活性剤って、活力剤、効果のあるキノコ等々を頬張ることによってかなり味方のサポートになりますんで、キノコ大好きはね、まあ、これも何が何でもではないんですけども、まあ、1か2あるといいかなと。あと、ひるみ軽減2。これも大事ですね、やっぱりね。後で説明しますけども、やっぱヒーラーになってくると、なんだっけ、マムタロトじゃない、ジャグラスを処理しに行くわけですけども、まあ、ジャグラスに殴られてひるんで回復できないでは困ってしまうし、あと、カラスの攻撃で尻餅つくんですけど、それでね、いざって時に止められなくても、閃光玉で止めたり、回復できなくても困っちゃうんでね。そして、属性解放、一個だけついてるなんでやねんって感じですが、これガイラアックス麻痺を使ってるからなんですが、ガイラアックス麻痺はですね、まあ、属性解放なわけですよ。でもまあ、一人で、エンシェントレーシェンを麻痺らせるのって結構大変なんですね。しかも、ヒーラー戦となるとほとんど攻撃する機会は減ってくるわけで、ちょっと麻痺はあまり頼りにならないなと。でも、じゃあなぜつけてるのかっていうと、ジャグラス、さっきからマムタロとか出てきたんですね。ジャグラスを範囲殴りで即麻痺らせて、足を止めてそのまま始末できるというのが、
非常に大きい。これはね、ジャグラスを処理する上でかなり事故を減らせると思います。で、天神の創意と癒しの円筒かな。この辺もまあ人によりけりなのかな。うん。天神の創意は、最近の野良ですと即死攻撃等々はほとんど、先行玉で止めてしまいますんで、てか止めないと、結局誰かが天神の創意来てない時があるんですよね。なんで、天神の創意と整備を外してもいいかなと最近思っています。癒しの円筒はやっぱ欲しいですね。癒しの円筒は回転率が速いのもありますけども、やっぱヒーラー戦として自分の負担を減らすためにも癒しの円筒あってもいいかなと思っております。ちなみにまあ、ガイラハックス麻痺じゃなくてもね、他の武器だったらいろいろやりようはあると思います。片手剣とか本当に、サポートとしてはね、やっぱ向いてますね。そして、ハンヒーラー。まあ、アタックと攻撃回復等々両方やっていくタイプの、まあ、割と多い、あれですね。装備構成です。ただ、これはまあ、装備によってだいぶ変わってくるんで、必ずしもというわけではないんですけども、まあ、割かし使いやすくてよく見かけたのがこちらですね。まあ、スキル構成まで全部見たわけではありませんけども、流熱機関式の抜刀、飛燕体験ですね。まあ、体験使いの人だったら、タメさんなんかもね、タックルでかわしつつ、バシバシ当てていけるかと思うんですけども、それではなく、あくまで、ワープが激しいエンシェントレーションに追っついて一撃与えてという形で戦っている人におすすめなのがこちらですね。まあ、広域化気絶耐性、体力増強は当然として、体力回復量アップはね、ヒーラーの人に他の周りのハンヒーラーとかヒーラーの人が回復してもらった時に、安全セーフティーポイントまで体力が回復させるためにこれは欲しいかなと。で、この辺をもう装備してしまうと結構埋まっちゃうんですよ。なので出てくるのが、抜刀術。それから、飛燕、超回心ですね。この組み合わせですね。まあ、抜刀術で一刀目、もしくは一刀目のためさんの火力を上げて、超回心でさらにブーストさせて、で、敵の動きが激しい時は、段差を使ってジャンプため切りをバシバシ当てていくと。まあ、弱点にも当たりやすいんでね。これダメージ稼ぎやすいと思います。まあ、これはまあ、ほんと、先ほども言った通り、私も火の双剣なんかで戦ってた時もあったんで、まあ、どれがとは言いませんけども、まあ、一番欲しいのは、体力回復量アップあたりがあると、アンヒーラーの人はね、前に出やすいかなと思いますよ。あとやっぱ、回心率の高い、武器に超回心とかが乗せやすいのかな。気絶耐性はね、とにかく自信がない方はね、これはおすすめです。とりあえず即死コンボを減らせますんで、これはでかいですよ。で、整備は先ほど言った通りですね。最近の私の中では整備に頼って、天神に頼りすぎると、誰かが死ぬ。即死全体攻撃、誰かが死ぬ。でも、アタッカーするときはやっぱ天神ね、すごい便利なんで、まあ、整備乗せられる人は乗せられたらいいかなぐらいの感じです。そして、ガチアタッカーと言ってもですね、野良マルチに、で、まあ、もちろんこれが、もうマルチのエンシェントレーシェン相手でも、ほとんど被弾せずいけるってあれば、これもまたね、人の技量によって変わってくるんですけども、とりあえず、ガチアタッカーするにあたって、で、ガチアタッカーするのは、タイムアタックとかは野良ではやんないと思うので、ラストステージで着替えるのはいいかなと思います。で、ラストステージはね、逆にヒーラーに寄りすぎると、アイテムが底をついて、ちょっと後でその話もしますけども、アイテムが底をついて、そのまま帰れないなと思って残って、てる人がお亡くなりになってしまうか、もしくは帰った瞬間に周りの面々が人が回復してくれるのかなと思ってる間に死んでしまったりとか、そういう事故がねありますんで、ガチアタッカーで、討伐速度をさ上げるというのはね、割と有効だと思います。というか、いてくれないとかなり後半の時間かかりますからね、ラストね。ですね、とりあえずまあこれも得意武器いろいろあると思うので、細かいところは省きますけども、とりあえず体力増強、それから早食い、それから、なんだっけ、
まあ、そんなもんですかね。これはつけておいてくれればいいかなってとこですね。そうですね。余裕があったらね、体力回復量アップもつけてもらえるとね、まあ、回復カスタムつけてる人はもしかしたらつけてるかもしれませんけどね、つけていただきたいところですけども、まあ、こんな方だと、とりあえず、早食い。これは、つけてもいてもらいたい。周りの人がね、やっぱ助けられないのでね、早食いがついていないと。まあ、もちろん腕に自信がある方は別ですけどね。さて、エンシェントレーシェンね、いろいろ分かってきましたね。とりあえず、先行玉が死ぬほど必要なんで、先行玉は調合分まで必ず、持ち込むようにしておきましょう。先行玉を使うタイミングですけども、まあ、ほぼ全部と言っても過言ではないんですが、とりあえず、即死攻撃を止めるため、それから、味方の拘束を解くため、そして、誰かが乗りに成功したとき、乗っただけだとですね、結構すぐ振り落とされるんですけども、まあ、自分で投げてもいいです、乗った人が。先行玉を投げることによって、最後まで乗りを成功させることができますので、これはね、覚えておくとダウンを取れるので非常に便利です。自分が間違えて乗っちゃったときなんかも、即適当に殴った後、即先行玉を投げて、ひるみを取って、ダウンまで取ってしまうと。まあ、さて、置くとして、カスタムショートカットをちょっと1個にまとめてみました。私もね、整理してなかったんで。とりあえず、スリンガー先行弾。これは絶対必須。これはね、これ、調合の方ですよ。スリンガー先行弾作っちゃえば装備するだけですから、とりあえず調合だけはつけときましょう。で、まあまあ、装備なんかは当然として、まあ、砥石もすぐ使いたい。これですね、拠点に戻ります。これ、具だった時なんか、アイテム絶対、絶対に足りなくなりますけども、これ知らずに戻り玉でね、バッと帰ってしまうとですね、やっぱね、戻った瞬間に味方がね、全滅することって多いんですよ。やっぱ一人回復薬が減るときついんでしょうね。なんで必ず拠点に戻りますで、周りの人たちの様子をちょっと見てから戻り玉で戻るのがいいかなと。うまくいくと、やっぱみんなアイテム減ってるんで、一斉に戻ってくれますが、それが一番安全ですね。でも、飛躍回復薬レート。そして、これ。ザ・ウィッチャーズ3。火を操る魔法。まあ、ジェスチャーで、アイテムを使用と同等の効果があるんですけども、この、炎ひるみ、私、舐めてました。マルチのエンシェントレーシェンでは、マルチじゃないね。エンシェントレーシェンでは、4回、この炎を当てると、ひるむんですけども、まあ、ひるむってもそんな長くないしな、と思ってたんですよ。でも、そしたらさ、カラスを追い払うには火がいいですよとか、戦闘中に、力を貯めるのを抑えていますと、抑えられていますと、なんか受付嬢がいろいろ言っててなんだかわかんなかったんですよ、最初。どうやら、これで、エンシェントレーシェンをひるませることによって、カラスの力、っていうか、まあ、奴の力、エンシェントレーシェン自体の力が強くならないみたいですね。これちょっと完全に、実験したわけではないんですけど、うまく抑え込むと、即死技を打たさせずに、倒すこともできるという噂を聞いております。まあ、何にせよ、なるほどなと。ツイッターの方の、公式も言ってましたけども、炎の魔法が鍵だと言ってましたけども、これで完全に封じなければいけないので、これ、もう溜まったら即爆で、そうだよね。右の方にもだってさ、火を操る魔法使えるようになりましたって、わざわざポップアップまでしてくれてるのに、あ、まだちょっと攻撃メインで、先行玉メインでってやってましたからね。これ、溜まったら、ま、無理に当てなくてもいいですけども、当てられるタイミングでは即使う。味方の拘束とかは全部先行弾で止められますから、とにかく、こいつ当てていくこと。で、当ててひるんだ時に攻撃が当たんなくてもいいんだと。ひるんだ瞬間にダメージ稼がなければいけないなと思ってたけど、そうじゃないんだと。奴自体の力を弱める効果があるから、ただこれ当てるだけでいいんですね。なのでこれ、ショートカットに入れときましょう。スリンガー先行弾とこれは絶対、あと拠点に戻りますもあった方がいいと思います。この3つはね、カスタムショートカットの使いやすいところに入れておくと、かなり勝率変わってくるんではないかなと思いますよ。というわけで、とりあえずね、生後3日目、エンシェントレーシェンちゃんの、攻略方法、こんな感じかなと思います。それでは、皆さん、頑張ってください。イカレタコスケでした。